2024年4月18日に発売されたトヨタの新型ランドクルーザー250以下250系はその登場以来関東地方での初回販売分が速やかに完売するほどの注目を集めています250系は現代的な装備と手が届きやすい価格設定で多くの指示を受けており ランドクルーザーシリーズとしては、15年ぶりの新型ということもあり、新旧のファンからの関心が高いです。このモデルは高級感を保ちつつも、本格的なクロスカントリー 4WD としての本質に回帰しています。特に注目されているのは、オフィシャルオプションとは異なる、独自のカスタマイズパーツの設定です。 リリースされた JAOS 聖のエクステリアパーツや、トイファクトリー聖の専用ベッドキットがそれに当たります。JAOS は四駆文化の黎明期から活躍するブランドで、今回発売されたフロントバンパーガードやスキットプレート、フェンダーカーニッシュタイプ X マットガードセット3サイドステップブラックなどが、 250系のオフロード性能を高めるとともに、見た目にも迫力を加えています。また、トイファクトリーが提供するベッドキットは、キャンピングカーを得意とするブランドが手掛けるだけあり、精巧なデザインで簡単に取り付け可能です。このキットを使えば、ランドクルーザー250を簡易ベッドに変換し、 車中泊が快適に行えるようになります。ベッドのサイズは大人二人が寝られる広さで、分割可能なマットを活用すれば座席を利用しながらの使用も可能です。キットの反発力はちょうど良い硬さで、必要に応じてシュラフや毛布を使うことでさらに寝心地を向上させることができます。トイファクトリーのベッドキットや、 ジャオスのオフロードパーツが装備されたランドクルーザー250は、冒険心をくすぐるデザインと機能で、特に車中泊やアウトドア活動を楽しむユーザーから高い評価を得ています。これらのパーツは一部のトヨタディーラーで限定販売されており、ジャオスやトイファクトリーから直接購入することも可能です。